岐阜県立多治見高等学校は、岐阜県多治見市坂上町に所在する公立の高等学校。略称は、大野治高もしくは大高。学校の備品には主に多校と記されている。1923年に創立。全日制普通科を有する高等学校である。 1960年から1980年までは、岐阜県立田嶋女子高等学校という女子校であったが、1980年に現校名に改称し、教学化された。主に、田嶋市、土岐市、水波市などの東農西部に在住している生徒が多く、江那市、中津川市などの東農東部に在住している生徒は少ない。交渉は、卑怯の花を図案化したものの中に、 を廃したものになっているそのため、高校周辺のことを気境が丘と称したり、文化祭の気境祭、多目的ホールの気境会館や、物質棟の気境が丘ホールなど、至るところに気境の名が使われている。この交渉は1923年の多治見町立高等女学校が設立されて以来使われ、続けている。なお、気境は、 田地美市の死の花でもある。効果は、作詞、丸山香る作曲、石毛玉を2012年度より、男女共に、制服のマイナーチェンジが行われている。ありがとうございます。